これ先ほど相撲の比較の時にも言ったんですけど、サイズがでかくなってますね。皆さんこんにちは、ジェシーオールゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらジャパンブリックフェスト2024年の VIP パーティーでもらったブリックヘッズ大仏です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年のジャパンブリックフェスト2024年の VIP パーティーで配布されたオリジナルブリックヘッズです。はい、近くで見るとこのようになっていて、ここに大仏って書かれてあって、面白いのがこれ大仏の虎に 100% って書いてあります。で、あとはここに無添加って書かれてあって、ここにひらがなで大仏が書かれております。ちなみにこの大仏のブリックヘッズを作ったのはエドウィン・ナイトさんです。はい、それではブリックヘッズ大仏を組み立てます。はい、完成、ブリックヘッズ大仏です。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で15分かかりました。このブリックヘッズ大仏なんですけど、思ってたよりパーツがたくさん使われていて、でさらに一般的なブリックヘッズよりちょっとだけでかいんですよね。いや、もうエドウィンさん本当ありがとうございます。あの、もうちょっと先に去年の相撲のブリックヘッズと並べると、おー、でっか。これあの JBF でもらえるブリックヘッズって、年々パーツの数と大きさがなんかでかくなってるのかな。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。全体的なカラーについてはほぼほぼターコイズグリーンベースになっていて、で頭部の一部にグレーのポッチパーツなどが使われております。顔全体の造形はすごいよく作られております。あ、ちなみに僕はこの額の部分が結構好きです。でさらにこのブロックのポッチ部分で大仏の髪を再現しているのがとてもリアルだと思います。続いて胴体はこのようになっていて、これも人によるんですけど、まあ僕的に言えばこれはあぐらを描いているんじゃないかなって思います。で側面のこのパーツで腕を再現していて、でこの部分が足なんですけど、人によっては台座に見えるんですけど、これも曲面パーツで再現されていて、すごい完成度が高いです。ちなみに背面はこのようになっていて、背面については結構さっぱりとしております。でこの大仏のブリックヘッズなんですけど、特に稼働するところはなくて、もう本当にドンと固定するだけになっております。はい、そして私が作った普通サイズのブリックヘッズと去年の相撲のブリックヘッズと並べるとこんな感じです。これ先ほど相撲の比較の時にも言ったんですけど、サイズがでかくなってますね。ちなみにミニフィグとレゴマリオを並べるとこのようになっております。ミニフィグサイズで言えばこれぐらいのサイズの仏像は結構見かけたんで、もう全然問題はないです。レゴマリオだとまあわりかしちょっと大きめになってますね。来年は JBF10 周年ということで、来年何出るんだろう。予想はおそらくなんですけど、侍か殿様なんじゃないかなって思います。はい、レゴブリックヘッズ大仏はこんな感じです。はい、ということで JBF2024 年の VIP パーティーでもらえる大仏のブリックヘッズを組み立ててレビューしてきました。今回の大仏ブリックヘッズなんですけど、去年もらったスモーブリックヘッズより結構でかくなっていて、めちゃくちゃ良かったです。このサイズ感でこの完成度はすごい高いと思いました。あの、先ほども言ったんですけど、来年は JBF10 周年ということなので、まあおそらく出るのであれば侍か殿様か、それか足軽なんじゃないかなと思っております。来年の JBF のブリックヘッズもめちゃくちゃ楽しみです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。